京都府知州とは、室町時代に、室町幕府の正意大将軍と直接主従関係を結んだ関東地方、東北地方の武士、京都府知州とも言う。なお、この言葉の語源については、渡辺義助が作った学術的用語であり、資料上に出てくる用語としては、京都府知者、京都府知の輩であるため、京都府知者の方が正確なのではないかとする。 渡た正和の指摘もある。室町時代の関東地方は、鎌倉久保と呼ばれる将軍の代理人が、鎌倉府の長として統治し、事実上幕府からは、間接統治となっていた。鎌倉久保は、次第に幕府と対立するようになり、将軍の位も望むようになる。このような鎌倉久保の動きを牽制するため、幕府は鎌倉久保と対立している関東や大野、 有力武士と直接主従関係を結んだ。これらの武士は、京都府地州と呼ばれ、鎌倉府の管轄国内の武士でありながら、鎌倉府に出資する義務はなく、鎌倉区防の指揮も受けず、直接将軍の指揮下に入った。幕府はこれら京都府地州を組織し、反鎌倉区防活動を行った。こうした武士は四大将軍、足利義持の時代には十数やあったとされている。幕府は、 表向きは、こうした、淵州の行動を批判したものの、実際にはこれに、物心様々な援助を与えていた。実際に、京都淵州となったのは、甲斐、武田市、日立山入市、小栗市、真壁市、大城市、下野宇都宮市、那須市、小野寺市、道の草坂和御所、伊達市、足名市、南部市、白川祐樹市、港市、桃井市、塩松、石橋市、 犬県上杉氏、街道後軍屋からが挙げられる。これらの家々は、鎌倉久保、足利持氏が、元関東官令、上杉全州に攻められた、上杉全州の乱において、吉持の全州討伐令を無視して、全州を支援し、あるいは中立的態度を取った。これらは、その裏で追悼令を発した、吉持自身が持持氏の勢力弱体化のために密かに、認めた行為であった。 これを知った持ちは、京都府知州に対する見せしめとして、小栗光瑠を討伐し、それに加担したとして、同じく府知州の宇都宮持綱や桃井信義なども、滅ぼすが、将軍、吉持はこれを関東から、新幕府勢力の移送を図った、市線として激しく非難して三官令や山名時広、赤松光介に、持ち討伐の是非を諮問する騒ぎとなっている。 結局、持ち主の謝罪で一旦は収まったものの、以後も京都府知州を介在させて、持ち主の勢力拡大を阻もうとする幕府と彼らの、討伐の機会を狙う持ち主の対立は続き、影響の乱の原因の一つとなった。影響の乱による、鎌倉久保の滅亡後、新幕府派の関東官令山内上杉家が、関東の支配権を握ったために、関東の京都府知州は、 自然消滅したと考えられている。関東中心足利時代の研究、万歳図工日記大江30年7月5日上、金信武工期、大江30年8月17日上、AB 渡り、まさかず、京都様の、ご淵について、いわゆる、京都縁州についての考察マイナス、初集上田誠平編、シリーズ、中世関東武士の研究第20巻、 足利持氏 ISBN978 から4から864031981ただし、京都府知州と呼ばれる武家でも実際には鎌倉府に出資していた事例は多い。宇都宮道綱は鎌倉で病死し、山入り、与えよし、大城万引きが鎌倉府への反抗を理由に打たれたのは鎌倉においてであった第2編、第2章、鎌倉府大成下の在鎌倉制について、 伊勢家が森貞万引き、千葉金種、小栗光江、岩松三鼓、那須助行、武田信光、山入与え吉、小田持家、大城万引き、相模の蘇我、中村、豊井、土屋氏伊塚野市、白川祐希万長らのほか、おじの足利三鷹、笹川御所、足利三忠、三鷹の養子である、伊墓帝の足利持仲間でもが、全州方に加担している。 また、宇都宮持綱は、持ちち方であったが、京都の吉持の統制下で行動していた。万、ま、獣の乱の前後には、山入与え吉、大城万三木、岩松三鼓、那須助行織小田持家、武田信光、新外茂氏、佐々木元清なども討伐を受けた。ありがとうございます。